皆さんどうもタイガです。やばいキャラが来てしまった。まあでもこの方はこのキャラばっか使ってる方なんであれなんですけど、クモリーダーっすね。で裏牙だった気がするんだよな。裏牙だった気がするんだよね多分だけど、クモやだな。クレフラ引きたいですよね。まあとりあえず迎撃と足が引きたい。カニじゃ見れないんだよね。あとサイガーマザースパイダーにダメージほぼ通らないんで、あ行きますかこれで。足キャラとコングで、コング突撃されてもまあ隙合わせる。まあただ本当はね、コングにしちゃうとまあ迎撃の中では一番引きたくないですね。ぶん投げてどっか飛んでっちゃうんで、キバだと思うんだけどな。スケいっちゃおうかも。まあ2体しか切ってないんで多分足いますね。あ3体いるわ、見なかった。ちょっとね、前回の動画も、てかまあ、前回というか今回のね、リーグ期間の動画を見て、まあ、反省点というか、ちょっと思ったことが一個あるんですよ。あ、ちょっとちゃんと考えなきゃいけないこと。それがですね、あ、やべ、最悪。まず、キャラ数ちゃんと数えろ。自分。数えなすぎ。それ良くないっすよ。数えなきゃダメだ。はい。ワイバ。まあ、ワイバはこれでいきましょうか。スキルさえ打ってくれれば。倒せるんで、まあ1対1、いや1-1になっちゃいますけどね、1-1交換ですけど、まあこれでその後ポンってなるんで、誰で倒せるんで問題ない。これ雲ワイバじゃないの、そんな気がする。はい、本当にワイバーンは好きじゃないです。ただちょっと時間かけます。トレで有利なん、トレでは有利なんで、はい、1個だけ取りましょうか。トレデが有利なんで、このトレデ有利の隙に攻めたい。行きましょう。はい、なるほどね。はい、これで火ダメゲンつくんで、まあ問題なく少し立ち回れるでしょうというわけで、さあ攻めていきましょうか。はい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 、なるほど、それちょっとめんどくさいですね。取っていく、素晴らしい。これ取ったのはマジでかい。あとここからどこまでいけるか。ロボが死にそう。あ死んだな。今度後ろ来ますか。でワイバー流してくるけど、こっちもスケルトンいるんで、まあ、とりあえず問題なし。スケいっぱい流しとこう。どうかな、スケ狩られちゃうかな。狩られたな、狩られたのと取られたな。コスト全然あったから、もうちょっと流してもよかったかもしれないですね、これもしかしたら。ただスケが言ってますね。はい、パン。はい、ダメージ入っていく。多分裏ワイバーでしょ。この方よく裏あれやってるんですよ、牙。結構外圧固定やる方なんで、別にそれがダメなわけじゃないですよ。ダメなわけじゃないですけど、それやる方なんで多分ワイバーと思う。なんで再戦は受けない、絶対に。持ってれば何でもいいですけどね。持ってないですよ。いや、珍しいリーダーが来たなと思ったんですけど、キャラピオピーグランピーの対象のキャラでした。バクオジリーダーですね。バクオジか、バクオジ。ロボが大丈夫かな、狩られるかな、ちょっと怖いですね。一発は絶対スキル耐えるんで、二発で倒せると思うけど、二発撃つまでが時間かかっちゃうんで。で、裏が読めないんだよな、バクオジって。ダメっすね。カニはすげえ強いんだけど、バクオジにはマジで何もできん。バクオジに対し、あ、そろそろここから大型妥協。大型入ったらもうゴーしたい。いやー、弱いな。まあでも行きますか。弱くはないんですけど、弱くはない。まあ、ちょっと訂正ですね。弱くはないんですけど、好きではない。スライムもいて、ハーピーもいるっていう札はいらないですね。片方でいい。砦が叩けん。まあ一応バイクに、ハーピーがいるんで。まあ、とりあえずよし。はい、さて、まあ、とりあえずこれでハーピーいきましょうか。まあ、バイクの方行ってくれるか分かんないですけど、まあ、とりあえずね。で、そうそうそう、キャラ数を数えてないというねことを思い出したんで、スライムユースケバイクで爆行したんでキャラ全部見えましたね。はい、とりあえず OK、 ナイス。それがもう見えてるんで、まあ、正直これあれだな、ロボがいっちゃっていいな。多分ね、サタンの可能性が出てくるからね、なんともないけど、この方ね、俺の知ってる上手い人だったら多分サタンよく使ってる人なんですよ。なんであんまりちょっと怖いんですけど、
ッチいきますか。倒してもらって、はい、削ってもらって作りしてもらって、いや違う人かもしれないけどね、わかんないけど、しかもへそくりがそっち行ってるな。ああブルドラ、あもうでも全然あるワンチャン、どうしようかな、これ進撃いくか、時間的にも。はい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 、ちょっとだけ削ってほしかったんだけど、どうかな、とりあえずこっち奥に、まあちょっとラグあったぞ、大丈夫か、ヘッチこいつ流しまくる、お負けがないんで、あ終わった、きたグリドラ、さすがにグリドラかな、そしたらさすがにこれならグリドラな気がするな。さあ爆落ちもいってもナイス、素晴らしい。さあ前止まってないですね、止めてるけど頑張って、ハーピー流しまくったんで、まあ多分いけるんじゃないかな。スライム1本も使ってないけどね、これなんですよ、俺がさっき甘くじゃないなって言ったじゃないですか、その理由がこれなんですよね、ハーピーいるから多分スライム使った理由なかったんですよ、ないなと思って、で結果的にやっぱりあのねスライム使わないっていう一体も、このスライムがアシカだったら完勝ですよこれ。まあ一応ね、もし相手に攻められるパターンになっちゃったら守りやすいよっていう点ではあるんで、悪いわけじゃないんですけど、そうちょっとね役割が被っちゃうっていう、頑張りましょうか。今回の調整から、あの完勝で、完勝すれば1しかもらえないはずでも2もらえるのかな多分、はい、それになったんで本来よりも2倍もらえてるんですよ。まあ2ってすごい少なく感じるじゃないですか、でもねずっと1を経験してる人から、いつも1の人からすると2はめちゃめちゃありがたいんですよ。これはダメですね、あー惜しいな、ポセを見るにはやっぱリーダーなんでアンチを引きたい。サタンはねこっから妥協、大型で、あー行くしかない。50欲しい時に25連勝で済むのか50連勝しなきゃならないのかっていう話なんですよね。いや全然違うんですよ、それがあって、この干渉だったらしないと思えないけど、てかでもこれポセイド持ってないな、これ多分浴びりついてないぞ、でも持ってる人でもたまにな、お試しで浴びついてない状態でやったりするから、まあまあなんとも言えないか、あ取っちゃった、はい、ちょっとこれ多くでしばらく抑えます、異常強くて抑えられてるんで、はいサタンディケード、ユースケ、ユースケしね、リス、サタン強っ、お前を信じてよかったよ、相手もできる気ってるな、あーなるほどね、そういうパターンね、じゃあもう攻めましょうか、これ前攻めた方がいいですね、バルが見てらんないですね、こっちは、うわサタンお前は優秀か、もしかして、もしかして優秀の人ですか、優秀のタイプの人ですか、もしかしてサタン、まあこれちょっと相手のミスではあるんですけど、サタンが超頑張ってる、ちょっとしっかり丁寧に攻めますか、まあ絶対負けないですけど、こっから事故りたくないんで、さあ一応打ったのはでかいというわけで、はい、あ無理か、もう落としてるわ、ポセバルガなのかな、古いですね固定がポセイドンとバルガって昔超強かったですけどね、あー 1でしたね、干渉しないと2もらえないんだよな、再戦は早い、さあ頑張りましょうか、またまたねちょっと苦手、事故る可能性が出てくるキャラが出てきてしまった、ブラドラリーダーですね、ブラドラ、ブルドラ、テングサタン、サイクロ、ここら辺、あとグリドラ、ここら辺は本当に苦手、あの、まあ、苦手って言ってもパターンによるし自分の他の札によるんですけど、あの事故る可能性がどうしてもあるんですよね、それだけは何とかしたいんで、事故を回避する札をできれば引いてあげたい、ポセは無理、信用してない、今のポセイドンはね正直信用できないと思ってます、足ないから待つか、ちょっと待ちすぎたな、あ行きますか、迎撃ないからブラドラ正面からぶつけるしかないですけど、グリドラがやっぱ強いですね、回復で、本当はねもっと迎撃1本引いて安定のね思考をした方がいいと思うんですけど、勝ちに行きたいなので行きます、打ちましょうか、
った。オッケー。とりあえずここはオッケー。でリス行って、リス行って。あ、これリスで倒してほしいんだけど、スキルは打ってるけど倒し、あ、届かないんだね、それ攻撃。じゃあロボが行きましょう。引きでも。はい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 。はい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 。じゃあナメコ行きましょう。あー、アシュラちょっと怖いね。あー、でも大丈夫そう。うわー、しかもアンチ引かれてるね。ニッチという名のアンチキャラを引かれてしまっている。ここにね、スライム置かれない限りはね、そこまで怖くない。あー、置いてきましたね。わかってますね、こっちの嫌がること。それではまだワンパンじゃない、ちょっと足りない。さあ、いいダメージ入っている、素晴らしい。さあ、ウィッチを溶かしてほしいが、どうでしょうか。まだワンパンではないんですよね。もう一回ウィッチ、あ、ウィッチャーに投げ込みましょうか。どうせウィッチャーされるんですけど、そこのラインのウィッチャーだったら怖くないんで。はい、攻めます。これでもし決めがらされたとしても負けないんですよね、この場合って。ヒドラか、ヒドラちょっと困ったな、どうしよう。あー、しかもここやばいな。でもこれ一回流すか、このまま。強っ、グルドラやば、勝ったな。まあ、スキル打ってもらって、頑張ってもらってください。頑張ってください。お願いします。これ、完勝いったでしょ。いや、グリドラとロボガのコンボはマジでやばいわ、これ。回復無限だもんな。グリドラロボガリ、グリドラロボガリって。やばすぎるね、これ。マジ強いわ。スキル打っちゃえ。ほら、回復しちゃう。やばすぎる。強っ。というわけで、完全勝利。まあ、最低保証は2なんで、はい、2でもありがたいですね。10回勝てば20もらえるから。すいません、ラストって言った気がしたんですけど、間違えてもう1連戦しちゃった。あのチケット1連勝目だったんですよね。まあもったいないなというわけで、まあいいでしょまあいいでしょはい、やっていきます。ロボガーで相手リリスですね。アビリリス、キメラはダメ。リリスに一方的に狩られちゃう。まあ、アビなんで、キメラが。あ、アビじゃないけど、射程が上がったんで、悪くはないんですけどね、もう。レドラはね、悪くないキャラなんだけど、リリスの裏は決めたかな、やっぱり。ナスは信用できないんだよね、ちょっと。怖い。まあ、もう行きましょうか。ここからも妥協だ。迎撃はあんま引けてないですね。優先枠にね、迎撃めちゃめちゃ入れたんですよ。あの、この補填にして。なんですけど、なかなか引けてない。まあまあまあ、しょうがない。引けないこともあるでしょう、というわけで。ただ、砦の配置は有利ですね。有利ではないか、そこまで変わらないか。まあでも打ちましょう。一応一直線なんで、まあ有利だな。守りながら攻めれる配置っていうのは本当に強いと思います。さあ、しかしウサギ出されてしまうと。もう一体バイク行きますか。本当はあんまり行きたくないんだけど。これない。さあ、飛ばしてほしい、素晴らしい。ちょっとコスト使いすぎたかな。ただまあ、倒してほしい。お願い。倒した。偉い。偉いね、そこ倒したのは。で、そこ何がいいの？ああ、あれがいいのか。ここちょっと嫌なんで、無茶砲で飛ばして。はい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 。チームドラで、お願いしましょう。お停滞。で、これ多分、ゴスの攻撃当たるんじゃないかな、あれ。当たんないか。布が行きます。攻めちゃいます、これ。ダブルで、はい、倒せると思う。進撃にしよう。ダブル進撃で、これリスで守りながら前を攻める。これ多分リリス来るでしょ、嫌がるでしょ、さすがに。取れるね、いいね。はい、いい感じ。こっち移動いってあげようか。一応もう死ぬけど、あの、あいつは。はい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 。さあ、やれるでしょう。ミノガが強いね。あ、そこ届かないか。剣士だけでやれないかな。あと何体剣士必要なの。あ、これいけるか。あといけるか。まあまあいいでしょう。やったでしょう。さあ、OK。ダメージは入っている。
受け取った、素晴らしい。はい、完勝っすね。いや強いわこの固定、マジで本当に強い、本気で強いね。レディス何だったっけ、キメラだ、キメラ。うん、なかなかずっと1、まあ、2なんですけど。はい、皆さん、ご視聴ありがとうございました。まあずっとね、まあ、1かっこ2なんですけど、これをね繰り返せばあと11連勝すれば一応1800にいけると。はい、まあ全然、まあ可能性はある数字になってる。なので、今回のね、強 P の調整は、強 P を上げてる方の身からすれば嬉しいです。これによってね強 P は多分間違いなく少しだけインフレすると思います。少しだけね。でも実際ねランクライン変わってないんですよ、ほら。ただ間違いなく少しだけ水準高くなると思うんですよ。でも別に良くないかって。じゃあもうこれからね、今までは1000、ね、まあ600、まあ変なキャラがいなかったら1600、340ぐらいがランカーラインだったんですけど、変なキャラがいるときに1700までボーンと上がったんですよ。それが変なキャラいなくてもね、1600、780ぐらいあってもいいんじゃないって。で、1700いっぱいいて、1800が上の方にいる。やばいやつが1900まで行くかもしれないみたいな。それでいいじゃんって思ってます。はい。それの方が強ピー、このソロリーグやってて、数字的にも楽しいっす。なので、はい、今回の調整はとても嬉しい。頑張っていきましょうか。あと22。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。